あら、クライブ、ちょうどよかった。困りごとか？ええ、服を仕立てようと思ったんだけど、布が足りないことに気づいてね。ほら、この間保護されたあの姉妹の分。あんな格好のままだとかわいそうでしょ？綺麗な服を着せてあげたいじゃない。必要な布は注文してあって、あとは受け取りに行くだけよ。ねえ、ちょっと手伝ってくれない？それくらいなら俺が行こう。あら、いいの？助かるわ。注文した布は濃い青と朱の2色よ。お金は先に払ってるから、この引き返しを渡せば布を受け取れるわ。ああ、わかった。濃い青色と朱色の布だな。ええ、お店はノースリーチのマルシェにあるからね。それじゃよろしく、クライブ。お姉ちゃん。さて、布を受け取りに行こう。お客さん、何かお求めですか？注文していた布を受け取りに来たんだが。あら、これは。すみません、こちらの布はまだ届いていないんですよ。ボクラド市場から取り寄せていたもので、本来ならとっくに届いているはずなんですが、もしかすると行商さんに何かあったのかも。その行商はどっちから？ええ、いつもならこの先の新軍道を通ってくると思います。まさかお客さんが様子を見に。ああ、その方が早そうだ。俺が様子を見てこよう。それは助かります。私も困ってましたから。どうかお気をつけて。チョコボのせいだろ。大事な大事な商品だぞ。どうしてくれるんだよ。そう言われましても。何かあったのか？こいつのチョコボがぶつかってきたせいで商品が汚れちまってよ。急にぶつかってきたのはそちらで。汚れたのはこっちの商品だろうが。てめえの荷物をよこせば許してやるってのに、言うこと聞きやしねえ。そんなこと言われましても、これらはノースリーチに届ける品ですし。もしかして、あんたはボクラド市場からの行商か？ええ、よくご存知で。でも、この人が急に言いがかりをつけてきて、お願いです。助けてくれませんか？なに？傭兵の手を借り上がるってのか？そっちがその気なら、俺たちだってやってやる。先生、出番ですよ！こいつらを懲らしめてやってください！まったく、いつまで待たせんだ！花からそうすりゃいいんだよ！面倒な奴が潜んでいたようだ。仕方ない。おとなしくさせよう。先生、その傭兵をぶっ潰してください。おうよ、助けてやる。ゴルフ
先生がやられちまった。なんて強さだ。覚えてやがれ。怪我はないか。はい、ありがとうございました。まさかあんなたちの悪い奴らだったなんて。傭兵さんがいなかったらどんな目に遭っていたか。ですがこれでノースリーチまで届けることができます。本当に助かりました。このまま町まで護衛しよう。俺もあんたが運ぶ荷物に用があるからな。そんなことがあったなんて。こうして商品が届いたのもお二人のおかげです。お礼ならこの傭兵さんに言ってくださいよ。そりゃもう目を見張る強さだったんですから。では確かにお届けしましたので、またのご贔屓を。そういえばお客さん、布を受け取りにいらしてましたね。ご注文の品は確かに届いていますよ。それと行商さんを助けてくださったお礼に、うちの店でも特に高級な布を差し上げます。ではこちらをどうぞ。いろいろとすまないな。いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました。ようやく布が手に入ったな。オルタンスに渡そう。おかえり、クライブ。お願いした布は受け取れたかしら。ああ、注文していた分を持ち帰った。他にもいくつかもらったから一緒に渡しておくよ。あら、ありがとう。これであの子たちの服を仕立てられるわ。それにしてもあんたがもらってきた布、すごく高級品じゃない。
一体何をしてきたの？あっちで面倒ごとを解決したら礼としてくれたんだ。好きに使ってくれ。さすがね。それじゃせっかくだから何かに使わなきゃ。そうだクライブ、あんたこの布の中でどれが一番好き？そうだな、これが一番好きな色合いだよ。わかった。その布をジルに渡しておくわね。ほら、彼女は裁縫が好きみたいだから喜ぶかと思って。そういえば昔からそうだった。確かクライブとジルは幼い頃一緒にいたんだっけ？ああ、ジルは北部の白銀行の娘でな、ロザリアとの和平の証として北部が差し出した公女だったんだ。やっぱりお姫様だったんだ。なんとなくそうじゃないかと思ってたのよ。彼女のふとした仕草に気品を感じてたから、せめてそれに合う服を着てほしいんだけど。でもジルに聞いてみたら今の服でいいって遠慮されちゃって。あの服だってあんたが作ったそうじゃないか。気に入ってるんだろう。そう思ってくれてるなら嬉しいけど。さっきの布だけでも喜んでくれるさ。ぜひ渡しておいてくれ。ええ、そうするわ。もうすぐ服をくれるんだって。綺麗な服に着替えられるんだよ。本当にもら